どうもこんにちは。こんにちは。アルバムラフ&ピース発売記念インターネットサインから始まり、第3部目は田中玲奈と夏焼きみやびです。お願いします。お送りしていきます。誤爆の MV とてもとても可愛かったです。ありがとう。それぞれ自分の中での設定があったら教えてください。設定？なんだろう。私でも今回なんかあの MV の時ちょっとポニーテールするとちょっと短めのポニーみたいな感じだったので、元気系なギャルみたいな、元気ギャルイエーイみたいな感じのテンションで撮りました。レイナから見た、はい、あの時のみやびギャルは、なんか3人の中ですごいいいとこのギャルっていうイメージで、あれでしたよね、1人ブレザーだったから、なんかお高いそうとこに行ってもこうお嬢様ギャルみたいな感じに見えた。レイナはそうなんだ、お上品な、お上品な、そう確かにブレザーってちょっとねあのしっかりしたイメージありますよね、すごい似合っとったよね。レイナちゃんはもう私からしたらもうプリキュアです。もう私これずっと言ってるんですけども、レイナちゃんはもうキャラクター、本当にアニメの世界から飛び出してきちゃったっていう感じで、めっちゃ可愛かったんですよ。もうツインで、ツインでしましたね、ここぞとばかりに。だから本当にで、愛ちゃんもいい意味で優等生ギャルだったじゃないですか、だからなんか本当に違う学校をからグッと集めたリーダーギャルたちみたいな感じ。なんかよく言っていい自分も入っとるけど、一番その学校で可愛い人が集まったってことにして、トップギャル、トップで強くて可愛い人が集まった、最強、最強ギャルなんですよ。だから3人、最強。でさっきそれぞれ自分の中で設定あったら教えてってやつ、レイナも話しておこうかな。レイナはさっき宮部が言ってくれた通り、ここぞとばかりにこう 2.5 時間って、5時間じゃない、5次元を出すためにというか、2次元っぽい人間味のない制服姿 の、 そのギャルの漫画から出てくる人みたいな感じにしたくてやりました。そうでね、あのそのポイントになってるのがレイナちゃんリボンをつけてるんですね、それがまたさらにその可愛さギャル、そのアニメから出てきたっていうところがさらに強調されてるポイントなのかなって。あれね、リボンだけ実はね自分がつけたいって言ったっちゃけど、よかった言って。そうなんだ、なんかスカートにメイングのチェックがそう入っとったけどね、でなんかネクタイが何もせんか、で田中は何もしない方なんじゃないみたいな、そうこうバカエロギャルですね。なんか愛ちゃんが多分知ってなかったっちゃけどエロギャルなのかな、ここなんかセクシーギャルじゃないですか、ここめっちゃ開けてる、ね、でも強めなギャルになってますね。そうなんか不真面目な感じを出すためにはしない方がいいんじゃないって言われたっちゃけど、やっぱレイナ別にそこのキャラにとらわれてないけん、自分の中でそれを出したいわけでもなかったけん、普通におしゃれとして自分がやりたかった制服といったら、もともとね制服はみんなそれぞれ用意されてたんですよ、あの色とかはだけ選んでないけど、やっぱせっかくピンクがチェックイン入ってくれとうけん、ピンクのリボンにしようと思って、だからみやびに褒められました。めっちゃ可愛いです、本当に見てください、見てください。2人は小さい頃から一緒に活動したりしてたけど、今またこうやって一緒に活動することになって、改めてお互いの気がついたことってありますか。あ、そういえば今日はあの人の誕生日ですね。あ、これだ。あ、よくわかったね。今小指って書いてあったっちゃけど、小指って思ってレナちゃんが一瞬って言った時にも、あ、わかったこれです、この子の誕生日ね。そうみたいです、ツイーンのね、はい、気づいて、レナ最近に言っていい、みやびとはそのアーとかでも一緒やったけども、すごい子供の時期あったし、ハロコンとかでたまに会うとはいえ、なんか別にお互いの情報交換とかしたことなかったんですよ。確かにないですね。そうでも今回、まあ、空き時間、このプロジェクトが始まって空き時間とかがあるようになって、みやびの話聞くと、なんかすごいね、全然違って、あ、みんなは気づいたみんなは気づいたかもしれんちゃけど、イメージと違いました。そうなんか勝手にレイナの中でみやびは怖い人やったなんて言ったかな、なんかレイナが怖いとかじゃなくて、こう人的に、人的に、人的になんかすごい、あのなんて言ったかな、強いみたいな。あー、でもそう、そういう風に見られますね。でも全然違うとよ、全部入ってちゃんと言うとあの言わなそうじゃないですか、見た目とか、見た目ですよ、ただそうそうそう、ええー、とか言うかなと思ったら言わないんです。なんか、え、じゃあ夏駅これこうだよ、こうこうこうでいい、はい、しかも早いんです、はいが聞いてないのかな、うーんとかもない、なんかもうオッケーですみたいなところを見て、あ、なんかすごい、え、いつからみたいな、それともずっとそうだったとかなんて勝手に作り上げとったみやびが、ただレナの中で違った、こう、ただ作り上げられとっただけなのかなと思って。でもいい
方でよかったですね。めちゃくちゃいい。なんかそれがなんかもう、とか言って、もうなんかいやそれやだとか言ってる、なんかわがままがこう出てるミヤだったら、うん、なんかマイナスのところのこういよく良いイメージがこう上がっててよかったです。うん、そう。すごい喋りやすい。喋りにくいと思っとった。仲良くなかったら多分、うん、なんていうかジャンルが違う人だったとしたら、うん、レイナが。うんあんまりこう喋りかけづらいというか、あでもそう、私の第一印象って多分そうなんですよ。みんなそうで、うん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 、絶対私それ言われるんですよ。うん、でも喋ってみたら、えなんか普通に喋るんだみたいな、喋ってくれるんだみたいな、そう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 、え私の印象やばくないみたいな、どういうそんなさ怖そうに見えてたみたいな感じなんですよね。喋り方がね、こうやったっけって思った。真似していい最初。レナの中の勝手な雅ね、うん、えおはようございます。あ、はい、イメージ、イメージよ、勝手なイメージ。やばいイメージイメージやばい。あ、そうですか、はい、あ、いいしょみたいな感じかと思ったら、え、真逆だよ、知ったわ、知ったわね、ファンの方やもんね。え、逆になんかおしとやかなのよ。面白い。そうですよね、うん。それもちょっと違う、絶対それも違うと思うけどやばいですね、それもちょっと。でもなんかそんだけギャップがあったってことですよね、うん、すごいあったし、でなお嬢さんなのかなって思った後だけ、育ちがお嬢様のなんか学校とかに行き寄った子なのかなと思ったけど、違う、違います違います、ほんと普通の、ほんとにもう少年のように校庭で遊んでましたから、うん、そうった、うん、全然普通ですよ。あなんかすごいおしとやかよ、喋り方真似して喋るかな、これ。あ、そうなんですか、はい、次行きます。写真見せましょうか。私は逆に、うん、あでも私もかな、私も、うんうんうん、レイナちゃんは、うん、ちょっときついイメージがあったんですよ、うんうん、やっぱそれはきっと見た目かなって思って、うん、なんかこうちょっと派手にしてる人って、うん、やっぱそう見られがち、そうちょっとクールとか、うん、なんか話しかけてもな、うん、きっと相手にしてもらえないだろうなみたいなイメージなんですよね、うん、多分ね。だから私も最初、レイナちゃんなんかこうなんあんま合ってなかったからな、なんかみやびあんま合ってなかったそう怖いなちょっとビビっちゃってる自分いたんですよね、やっぱり。どうしようかな、何話したらレイナちゃんテンション上がるんだろうみたいな、うん、インスタとか見て、あ、猫かな、うん、とかいろいろ思ったんですよ、うん、でも、なんかそんな、うん、インスタとかに頼って、え、そういえば猫どうです最近とかってやったら、めっちゃなんか、なんて言うんだろう、遠いね、なんかね、うんうん、なんかそれってちょっと違うな、私が仲良くしたい、うん、なんか仲良くするための、うん、なんか交流の仕方じゃないなって思ったから、うんうん、なんかもう普通に、うん、もうなんか流れだなこれは、うん、と思って、うん、で普通に多分あのレッスンとかで一緒になったりとかした時に、うん、本当にあ、いや久々だねみたいな、うん、もうなんかすごいナチュラルだったんですよね、最初の入りが、うん、で、あ、レイナちゃんなんかあやっぱ全然壁ないし、うん、久々に会ってもやっぱり話しやすい人だって思ったんですよ、うんうんうん、よかったよ。そうだから本当になんだろう、レナちゃんもきっとギャルで怖そうってイメージがきっとあるんですよ。そうねすごい言われてきた、うん、だけどレナちゃんも本当にあのお姉さんで、喋る前にちゃんと物事考えて、うん、あのいろいろマネージャーさんとかとね喋ったりとかするし、うんうん、あのメンバーにめっちゃ気を使ってくれるんですよね、うん、あ気使うなんか分からんちゃけどでも優しいですよ。だから現役の時は逆に、うん、なんか気使うっちゃけど、うんうん、メンバーが気使い、そうみんなによ、うん、俺な先輩後輩関係なく気使うっちゃけど、でもその自分がすごい嫌やったと、うん、なんでこんなになんか気いろいろ周り気にして生きらないかんとかやなって思っとったら、うん、逆にだけもう接することをやめるっていう方にしてしまったけん、ね、ちょっと壁作っちゃったんですね。だけみんなに田中レイナは一匹狼だとか言われ始めたっちゃけど、でも素はこれやけん、本当は喋りたい。そうなんですよ。そう、なんかだからもうみんな見た目で決めすぎ、本当に本当にわかる優等生ギャルよ。あ、優等生ギャル、優等生ギャルも良かったですね。タグ追加していいですか優等生ギャルにしましょう。あ、そうしましょう。じゃあ追加でみんなそれもお願いしますね。ちょっとありすぎてごっちゃになるかな。まあいいか。なんかコメント見てたら2人ともビジュアルが強いとか似た者同士とか意外と、でも確かにちょっと似たとこあるかもしれないですね。そうやね、そうやね。ちょっと人見知りの部分が実はあったりとか、うん、ね。でもおしゃべりで本当は大好きなんだけど、でちょっと分かってくれたらすごくちょっと嬉しくてさ、心からなんかちょっと泣きそうにならん。そう。分かる。だから後輩とか来てくれた時とか、来てくれたの？え、ありがとう。めっちゃ分かる。
そうそうそう。だけどどんどん来ていたよ、みやびとれいなに。そうなの。来て来て。あの次行きましょう。ごめんなさいね。ちょっとこれは熱が入っちゃって、このトークにはね。そう。でも似たとこありますね、嬉しい。やっぱあるよ。共通点。やっぱさ、コメントでミヤビーム、ミヤビームいっぱい書いてあるって言うから、絶対焼きそばの CM した方がいいと思っちゃうけど、ミヤビームで。来ますかね。なんか、ミヤビームって言って、こうしたら焼きそばにビーって、こっからマヨ出ちゃうみたいな。そう、演出はそう。いいや、誰かお願いします、みやびに焼きそばの CM お願いします。みやびーむね。そしたら、あいちゃんとれなちゃんがこうやって焼きそばを食べようとしてるところに、うん、私が、あれ足りないよ、みやびーむとか言って焼きそばにかけてくれるの。こう言って前をかけてあげる。ほら、どうですか企業さん。どうですか勝手な想像で、アルバムもね、アルバムの曲を BGM で流してもらって。いいですね、責任帳。いいですね、お願いします。れいなちゃんとみやびちゃんがお互いを呼ぶときに、ハロプロ内で一人だけみやび、れいなちゃんと呼び合ってるところが特別感あって好きです。また MSMW で二人で歌ってください。うん。あ、でも確かにその当時、確かにあんまおらんったかもしれんね。みやびは言われたかな。いや、みやびもでもあんま。あ、みやか。みやですね。そうだ。みやとかみやちゃん、みやびちゃん、先輩とかでも大体みやびちゃん。みやびちゃん。なっちゃん、夏焼き。え、なっちゃん、うんうん、いいの、かわいいの、いっぱいあるね、あだ名。意外とそうですね。でも大体はミヤだったんで、うんうんうん、確かにミヤビっていう先輩なかったかもしれないね。いや、でもこれはアーを結成した時に、うんうん、あのなんかもうすごいね、ミヤビとアイリちゃんにめちゃくちゃ仲間意識があったと、レイナは。うんうんうん。なんかこれ語弊あるかな、ここで喋ると。レイナにはね、味方がおらんやったと。その頃味方がおらんやったと、レイナに。あ、そうで、唯一アーの仕事の時に、あ、唯一なんか分かり合える2人だみたいな気持ちになった時に、でも2人がなんかその時田中さんって言ったっけ、うん、やだって思って、うんうんうん、田中さんじゃないしみたいな。もっと距離縮めようよって思って、レイナちゃんって呼んでよって言って、うんうん、そっから2人がなんか田中、あ、レイナちゃんみたいなことから始まったんですよ。そうそう、ね、撮影の時とかですよね、多分それ。私覚えてた、撮影でなんか楽屋でなんかその話をした覚えがあって、うんうんうん、衣装着替えながら、うん、なんか、あ、レイナちゃんみたいな、え、これはレイナちゃん、これどうしますみたいな感じで、なんか可愛かったよね、そうやってたな。3人とも懐かしいな。懐かしい。で、ね、頑張ったけんさ、あーってやっぱ子供ながら3人で結構なんかあるよね。他の人とは違う、やっぱ何かはあるかな、うんうんうん、だってレナちゃんだって何歳でしたっけ、あの時。14歳。14歳。それでさ、でしかも入ったばっかりで、そうで、リーダーって急にリーダーでしたから、えってなったし、えってなりますよね。で、相手子供、小学生で。いや、でもね、そこでまた14歳のレナがこんがらがったのが、うん、ハロプロキッズがちゃんとあったよ、先にね、はいはいはい、で、先にアップフロントの流れを知っとった人っていうイメージもあるやん、レナの中で。でも年下やん、うん、でも芸能界入って、なんか芸能人の方、あ、芸能界のルールで言うと、なんか芸歴ですもんね。そう、芸歴の方が上かとか、でもなんか人によって違うやん、それ。だけど、もうひっちゃかめっちゃかで、自分の中で、でも2人は敬語やし、ん、レナちゃん、いや、どうしようって思って、ね、でもそんなの関係なく、これはもうレナの息抜きの会やったけど、あって。だけどもう田中さんじゃない、レナはみやびって呼ぶ、うん、でもなぜかアリちゃんはアリちゃんだったけど、確かにずっとそうかも、金髪やったけんかも、うん、だからやっぱその時から何か感じるものがあったんですよね。そう、そっちゃん。だけど、ね、多分すごい距離が近かったけん、勝手にレナが。だけどみやびはみやびやったと。そう、めっちゃ嬉しかったんです、だからみや、うん、あ、え、みやびって呼んでもらえたっていう、なんかなんだろう、この今でもだから嬉しいんですよ、みやびって呼んでもらえるので。だから多分あんまり本当にみやびって呼ぶ先輩たちいなくて、うん、唯一れいなちゃんとあいちゃんがみやびなんですよ。あいちゃんも突然多分みやびになったんです、どっからか。確かにね、うんうん、だからなんかすごい私はこの3人になって、うん、あ、2人ともみやびって呼んでくれるからめっちゃ嬉しい空間、うん、嬉しい時間なんです、私も、うん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 、そう、そんな感じだったね。難しいなね。いいね、なんか泣けてくるわ、子供の頃の話すんの。れいなちゃんはあれですか、誰か真似したりします、ファッションとか。いや、したいっちゃけど、なんかコンプレックスがやっぱ身長がないことなわけ、多分すごくね。だけど真似できん。例えばみやびの格好おしゃれやなって思っても、やっぱみやびってれいなの中ですごい理想の身長やけん、れいなが来たとこでツンツル天になるなみたいなとか思うけん、なんかいつも同じパターン、コンプレックスを隠す服。え、でもなんて言うんだろう、なんかちゃんとレイナちゃんっぽさが毎回あるじゃないですか。そう、うん、っていうか衣装。私服も
でいつ見てもちゃんとしてるからすごいなと思う。なんか抜けるとこがない、抜ける日がない、本当に手抜きの日がないんだろうなと思って、すごいなと思う。見てないときは、人に会わんときはマジでやばい。おじさんみたいなパジャマ着てほしい。どういうこと？もうなんか互い違いみたいな、普通になんか分かる？色がジェラピケとかじゃなくて、あ、じゃない、普通に薄いグレーのパーカーなのに下は濃いグレーの裏金棒のパジャマとか。確かにちょっとおじさん入ってるかな。しかも薄いグレーと濃いグレーやけんね。すごい組み合わせ意外。もうイメージはこの色のパジャマだよ多分みんなね。でもこんな生地とかじゃないよ、もう着やすい寝やすいもあったかいやつ着るわ。もうジェラピケとか、あ、ジェラピケあったかいけど着るけど、うん、もこもこ。ジェラピケはでも半ズボンにあのソックスがちょっとレナは許せんと。意外、寒いやん。もうめっちゃ着てそう。いやいや、もう足寒い。これは女の子に人気のジェラピケでしたっけ、あそこのやつ。自前、自前。これはすごいね。でもこんなん着てないですよ。あ、そうなの？有名ないかもしれんけど、寝づらいもん。半ズボンとか。だから今度からもしプレゼントくださる方は長ズボンでお願いします。あ、確かに、まあ、ジェラピケも長ズボンあるから、そう、うん、みんなお願いします。お願いします。じゃあついでに私もお願いします。半ズボンじゃない派？あ、私どっちでもいいな。でもいい。でも私意外と半ズボンがいいかもです。寝てる時にこうやって上がってきて、このなんか変な膝とか辺が、うん、なんか変にモコモコするのがちょっと嫌かもです。ほう、え、寝てる時に寒くない？冬、え、電気毛布？電気毛布確かに使うかも。寒くない？いや、でも、でもショーパーの方がいいかも。たっけん、でもジラピケさんは冬でもね、半ズボン出しちゃうもんね、多分。そろそろ次みたいな。すいませんね、なんか行きましょう、行きましょうね。そうですよね、つい喋っちゃうんですよね、やっぱり喋っちゃう。すいませんね。ピンクが解散しても歌い続けるみやびちゃんが見れて幸せです。いや、ありがとう。そうよね、ピンククレス解散しますっていう時ドキドキしたよね、絶対みんな。よかったね、みんな。みやびの太陽姿見どうなるんだろうって。よかったよね。そうね、いやでも歌楽しいですからね、うん、そうやね、そっちゃん楽しっちゃうね、うん、結局ね。そうそうそう。あとダンスもやっぱすごい楽しくて、なんか、はいはい、これで言うとみやびのお話あります。みやびがですね、あ、勝手なイメージね、レナの以前のみやび出たイメージ話。ダンス踊りたくないな、足疲れるし。あ、右で、あ、こうですか。勝手なイメージ、やばい、イメージ本当面白い、レナちゃんの首勝手なみやびね。でも、みやびが、いつやったっけな、大阪かな、大阪で着替えのタイミングがね、一緒だったんですよ、レナとみやびが、うん、途中で始まって、うん、あの衣装をチェンジするやん、その時の着替えの時にみやびが帰ってきて、今日ダンス楽しいって言ったんです。で、マネージャーさんと私は、えどうしたみたいな、珍しくないって反応したんですよ。で、レナもそう思ったし、でもマネージャーさんも思ったってことは、やっぱなかなか言わんちゃろうなと思って。言わないですね、確かに。でもね、どうしたその時は。いや、なんかその M ラインやってて、うん、まあ、今までその後輩の曲とか踊る機会あんまなくって、うんうん、でもなんか最近ほんと多いじゃないですか。そうね。そう、そしたらなんかすっごいピョンピョンしたりするダンスあんま好きじゃなかったんですけど、うんうん、なんていうんだ、ストレス解消みたいになってんのかなみたいな。ピョンピョンが、ピョンピョンがなんか、あ、なんか楽しいな今日みたいな、おーおーおー、で結構なる頻度が増えてて、うんうん、そう、だから多分ふわっと発言しちゃったんだと思うんですよ。でも心の声が漏れだった。漏れた。いや、あの時めっちゃずっと言ったもんね、え、やっぱダンス楽しいかも今日。結構何回も言ったよその時。てか本当楽しちゃうなと思って。楽しい、楽しかったですね。いいね、みんなこうやってほら、みやびにいろんな感情を与え続けようよ、うん、これからも。確かに。いや、でもすごい、なんかこの年になってダンス楽しいって思えるのってすごい、ほんと、こんな長い間やってくったのにね。別にダンス嫌いじゃないんですけど、嫌いじゃなかったし、うんうん、そう、だけど、なんかこの感情はなかったっていうか、楽しいっていうね。でも分かる、みんなも大嫌いだったもん。それやっぱダンスか歌かって言われたらやっぱ歌なんですよ、うん、そう、歌、そう。で、だからやっぱなんか歌歌ってんのにダンスしたらめっちゃ声ぶれるじゃんとかも思うんですよ。一緒です。で、なんか思い通りに歌えなくなるみたいなのがやっぱあって、そう、だけどなんか最近はちょっとなんか違って、うんうんうん、
楽しい。なんか歌ってないパートの時めっちゃ踊ってやろうって思うよ、ね、逆になんか M ラインはなんかもうちょっと歌少なくてもいいからもうちょっと踊りたいなみたいな。どんだけダンス好きだよ。いやみやびは歌って絶対。もちろんなんていうの、うん、歌いたくないじゃないですよ、うん、だけどなんかそれぐらいダンスが楽しいって思えてるっていう、うん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 、でもうちょっとなんかダンス歌ぐらいでも、あ、割合が、うん、いやみんなとりあえず歌ってほしいよ絶対。一番はまあそうですね、うん、じゃあ今度は歌いながら踊ると楽しいってなるように頑張ろう。歌プラス一緒にこうダンスも楽しい、まあまあ、でも楽しいは楽しいんですよ、うん、いやでも心の声はまだ聞いてないんでそのやっぱ着替えの時にうわ歌とダンス楽しいが聞ける日を楽しみにしてますね。やばい面白い。そうですね、アプリゲームのアイドル役とかやってほしい。もしやるとしたらどんなタイプのどんな曲を歌ってみたい。アプリゲームの、あ、音ゲーか。音ゲーでなんかアイドルとかなんか声優さんとかがやるよう、うん、なんかこう音ゲーがあって、うん、ガールズバンドガルパンみたいな名前とセカオセカオじゃなくてアーティストカリンちゃんがやりよったやつ、あの音ゲーのやってますね、うん、はいはいはい、あれがボカロのやつ。そういうのがあるっちゃけど、え、難しいけどやっぱ自分の好きな曲を歌いたい、うん、でもどんなのって聞きよっちゃけどちょっとごめん答えられんちゃけどで声優さんは2パターンやりたくて、うんうん、本当になんかなんとかですの方の声か、あ、なんかこうちょっとクール系のなんとかなんとかじゃんみたいな。そっち好きだな。2個したい。じゃあこっちみやびが好きって言ったんだ。2個目の方お願いします。そっち好きなんだよな。ちょっとね、ラフ&ピースの中でもちょっと似てるような感じの、うん、ちょっとそう聞けるかもね。言えました、なんとかちゃんみたいな。そう、私めっちゃ好きなんですよ、この声のれいなちゃん。楽しみにしててください。楽しみにしててください。ありがとうございますそっちパターンもできる。ありがとうございます。本当にね、すごい、いろんな声出せるれいなちゃん。え、ちょっとみやびもやってみてよ。ありがとうございます。なんかさ、お店の店員さんみたい。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。じゃあ低い少年の方。ありがとう。あ、かっこいいよねえ、え、アイちゃんめっちゃ好きって絶対言う今の。え、そう絶対言うよ、絶対言うよえ、今日は参加してくれてありがとう。そのボイスでお願い。今日は参加してくれてありがとう。いいやん。いいですか。クールやん。クールでした。今日は参加してくれてありがとうちょっとセクシーあれ可愛いのでいいかなと思ったらちょっとセクシー入ってた。今日はやめよ、なんかテンションおかしい。え、でもでももうもうすぐ終わっちゃうからちょっとドセクシーな女性がありがとうを伝えてほしいです。わかった、みんな目つぶって。じゃあ目つぶろう。いくよ。え、目つぶってください。目合った人撃ちますからね待って待って、撃つ撃たれますよ、みんな気をつけて、みんな目つぶろう今日は参加してくれてありがとうすっごいもうこれだけにしとこう、もうみんな、その先行く、その先、その先そうそう、その先聞けるの聞けないえ、これスクショタイムだ。はい、ポーズは優等生ギャルポーズ。それなんだそれ。優等生ギャルポーズ、どんなポーズだ。むずえ、むずくないですか皆さん、ちょっと考えてもらっていいですか。優等生ギャルポーズってなんだろう。優等生だけどギャル、え、むずくないですか。めっちゃむずいですね。優等生だけどギャルなんだろう。え、むずくないですか。これだってこうしたらただなんかギャルやし。優等生、優等生はどうやってあれ表しますか。優等生なんかメガネ。あ、同じことした。同じことしちゃいます。同じことしよう。これでいっか、これでいっか。なんかよく、はいはい、チーズ。あ、でもこうじゃないもしかしたら。何これ。できたのかなこれまあめっちゃ面白い。お疲れ様でした。お疲れ様でした。それではここまでのお相手は田中玲奈と夏焼みやびでした。ありがとうございました。ありがとう。楽しかった。ありがとう。